はい、こんばんは、島津です。本日もデイズゴンやっていきたいと思います。前回ですね、ネロのヘリがまた、ね、この付近をうろついてたんで、ちょっとそのね、後を追っていきたいと思います。はい、それでは、行きましょう。いつになったらね、自分の愛車は帰ってくるんですかね、ほんと。多分、ラジオフリーオレゴン、真実こはの、も人う、を解き会放話、つ。飛ばす。いや、お前の声は聞きたくねえ。そうです。自分の会話の邪魔になるんでね。別に嫌いなわけじゃないんだけど。はい、すいません。そう、多分ね、自分のマイカーになったらね、燃費も良くなるんじゃないかなと個人的には思っております。はい。意外と、どこだ？遠いな。結構遠いですね。まあでもガソリン満タンにしてるんで、つけるっちゃつけると思うんですよね。まあ、ゆっくりドライビングしながら行きましょうか。狼か。狼がいるね。いや、マジ狼怖いからね。しかも追っかけてきてるし。ビビんないね、バイク音とかに。こいつら。ちったビビれって話なんだけどね。銃声にもビビんないよ、そういえば。もしかしたら個体差があるのかもしれないけど。大抵の動物とかさ、銃声がしたら逃げるけどさ、狼くんは襲ってくるからね。あそこなんかの施設だね。施設、建物がありますね。あそこでまたフリーカーンの調査してるじゃないかな。大丈夫か？なんか音がおかしいけど、バイク。そんなダメージ負ってなかったはずなんだけどね、乗ってきたときは。今なんか人の声聞こえたけど。ああ、野党か。野党がおった。あいだよ。今ワイヤートラップあったね、よく見たら。あいた。あいつらマジか。やりやがったな。おお、お前ら。おい、ふざけんなよ。飛び道具に勝てると思ってんのかい。一発がやっぱでかかった。何の声けって思ったわ。ね、こういうふうにほんと待ち伏せしているんで気をつけてくださいね、皆さん。ちょっと見てみようか、ワイヤートラップ。ちゃんと危なかったね。下手したら引っかかってすってんころりんだったかもしれない。こいつらがね、叫ばんければ大丈夫だったね。ほらほらほら、ワイヤートラップ。怖っ。くそ、こんな危ないもん仕掛けやがって。これ、アイスライのバイクだね。どんくらいダメージ受けてたかね、もし引っかかってたら。声を出したのが、ね、運の尽きでしたね。さあ、止まるもんね。なんか、まだ大量の砂。どこ？あー、この街の中か。あのマーク何？これ助けろってこと？押されてる。ちょっと待って、これ火炎瓶だけた方が有効だな。よいしょ。おい、助けます。ほら、一般人だね。大丈夫か？頭から血出てるけど。隠れた。おう、俺と戯れたいのか。よし、遊んでやろう。来い。ほら、よと。巣があるみたいだね。大丈夫？あ、これ一般イベントだ。一般イベントっつうか、ちゃんとしたイベントじゃないね。何これ？話せんの？大丈夫だ。このままじゃ死ぬぞ。キャンプがある。キャンプだと？ああ。分かった。行くよ。あ、どっちに連れていくかか。コープランドに送るか。コープランドに送れば信頼度が増えるみたいですね。
で、ホットスプリングスに送ればお金が多めにもらえるみたい。あ、もう信頼度の方がいいよね。信頼度で買えるアイテムとか増えていくから。じゃあコープランドに送りましょう。ピースフルレイクって言ってコープランドってやつが仕切ってる。ありがとう。危なかったな。頭がチー出てるよ。チキシュウ、ビーコンって言えばわかるぞ。道路は避けて立ち止まるな。消えた。早い。なんて素早い人だ。振り返ったらもういなかった。 OK、 これでコープランドの信頼が増えましたね。お金よりが信頼だね。ほんと買える種類が増えるんで。やった、ガソリンスタンドだ。ここでだね、給油できるみたいですね。ガソリンのこの機械のマークがあるんで、止まればどうなんだろう。こっから直接できるのかな、それともこっちでできるのかな。ちょっと止まってみる、この近くで。なんか給油してみたいよね、しっかりと。あ、給油できる、やった。よし、ガソリンだ。ありがとう。いいぞ。意外とスタンドに残ってんだね、ガソリン。もう取られてるものかと思ったけど。またすぐあった。燃やすぞ。どうしよう。もうついでにここだけ燃やしていこうか。おい、燃えろバカ。出てくるやろ、大量に。これよ。バレてる、バレてる。音は立てられないんだよな。ほらほら、やっぱバット巻き込むね。あ、やばい、カウンター来る。危ない。よいしょ。ほい。クルリンパと。今みたいなね、カメラワークになったら、あれカウンターの証なんで、気をつけてください。しまったな。こっち使えばよかったぜ。皆さんもね、ああいった風にね、一般人救出ミッションが来たらね、ぜひ助けてください。そうすれば自分の利益になるんで。うん、あぶね。あ、でもこれ超えられるよ。ちょっと待って、勢いつければいけるはず。はい、ここぐらいかな。いきまーす。絶対超えれる。自分を信じて。ゆいご、あー、危ねえ。ちょっとごめん、勢いが足りんかったみたいです。すいません。どこいる？あ、夜になるんだ。危なかったね。もうちょっと皆さん勢いつけてね。ほっといてくれ。俺はただ賞金を稼ぎたくてフリーカーを買ってただけだ。それ以上の理由は何もない。どこにおりんかね、あれ。次はあの町。いやー、まずい。ランナーだ。ランナー、ランはあ、なになになに。あ、狼じゃないんだ。感染してるやつだね。よいしょ。感染してる狼のことをランナーって言うみたい。は？バイクどこげ？あっちか。お前、ミッションが。くっそ。ちょ待て。せっかくのミッションが。失敗に終わるじゃねえか。くそ。ランナーとか。これ結構ダメージ負っただろうな、バイク。大丈夫か？ 200 メートル。ちょっと待て待て。ヘリが。ヘリから離れすぎてるって出てる。あ、終わった？いや、まだ終わってはいない。くそ。道こっちで合ってるのかな？このさ、ルートが出ないのってバグなんかね？危ない危ない。どうにか追いつけた？
ランナーちょっと気をつけた方がいいね、普通に。うん、だからバイクに乗ってる時狙った方がいいと思います。まだバイクにね乗りながら銃撃つの慣れてなかったから今回避できませんでしたね。なんか横にすっごいバッテン印がある。たくさん死んでんだろうね、あそこら辺で。スオーマーか何かが。中でガタガタしてんな、バイク。速度が落ちたぞ。あ、降りた。降りる気かもな。これいいの？真下に行っていいっぽいね。え、撃ってきた？撃ってきた？えぐいえぐいえぐい。生存者、感染者じゃないよ。大丈夫？いや、ほんとクソだよ。な、何が国連よって思ったわ、今。バイク大丈夫？傷ついてない？撃ってきやがった、あいつら。大丈夫。ああ、でも単なる警告だろう。やつらが本気で狙ってたら、とっくに死んだよね。自殺願望の話、覚えてるか。ああ、だからそりゃねえって、じゃあな。いや、無慈悲すぎるだろう、国連。マジかよ。あ、でも、ま、あ、次あそこに降りた。次はあんま近づかないようにして。オイルフィルターサプレッサーには3種類の大きさがあるんだって。それによって耐久値が変わってくるのかもしれないですね。今下に出てた。鎮静剤が効いてない。いいえ効いてるわ。出なきゃ今頃頭を持ってかれてる。いい加減におとなしくしなさい。くるぞ。あと少し。何するの？今鎮静剤って言ってたね。うわー、えぐい数のフリーカー。ちくしょう、大軍か。あいつら何か忘れてったな。うん、ネロの無線機を手に入れる。そうね、大半はあっち行ったね。ここからはそうだな、あいつらを処分しないといけないですね。よし、めっちゃすごい量だったね。で、鎮静剤がうんちゃらかんちゃらって言ってたんで、あのちっちゃいフリーカーを単純に連れて帰って研究材料にしようとしてたって感じでしょうね。うん、ちょっとちっちゃいフリーカーの名前忘れちゃったんだけど、あいつら襲ってこないんだよね、自分が弱ってるところを見ない限り。さあどうしようか、これそこまで数はいないけど、あ、でもさすがにサップとかでやんないとやばいよね。あ、そうだ、こういった時の、こういった時のみんなあれだよ、サクラン弾、サクランボルトにして、もらった、これでこう撃つ。どう？よし、同士打ちして出した。オッケー、どうか。この近くにいるやつも錯乱して、あっち行った、あっち行った。オッケーオッケー。やり合え、やり合え。2人ね、錯乱してるやつがいるから。あ、3人？ちょ、待って。あ、くそ！まあいいや、2人に任せよう。錯乱弾はね、ちょっと若気がないんだよね、今。あ、でも二人に当たってるから、効果は十分だと思う。ナイスナイスナイス。で、もうやる相手がいなくなったから自分の方来たね。オッケーオッケーオッケー。相手してやろうじゃないか。来いよ。おとなしくなったね。見失ったな、自分を。こういう時ね、使えるね。錯乱弾は。ん？なんかしてるなんかしてる。あ、これもスニークでいきます。ほらよ。お仕事ご苦労さんでした。使えるなぁ、サクランは。オッケー。はあ！
てめえ、そいつを返せ。お前返せ、こら。それは俺のだ。リュック背負ってるぞ、あいつ。人の無線機取りやがって、お前。ただじゃおかんぞ。あいつどこ行ったかい。近いね。あ、いたいたいた。スニークでやるか。いや、もうここは防寒で仕留めた方が、あれだね。お前、返せ。このチビども、足が早いな。よし、ゲット。ね、奴ら何やってた。いや、よくわかんねえが、フリーカーを集めてるようにも見えた。ニュートに首輪みたいなのをつけて、追跡装置でもとっつけるつもりかもな。フリーカーを集めてる、どういうことだ。だから、奴らを捕まえて、実験用のサンプルかなんかを取ってるんじゃないのか。たく、どうかしてるぜ。スウォーマーが突っ込んできたんで、奴らは逃げてったが、無線機を落としてったんだ。おめえ、まさかサラが生きてるって。いや、そんなはずはないと思うが。でも、あの時サラを預けたネロのやつ、オブライアンも生きてたんだ。とにかく奴を探し出して、サラのことを聞いてみる。そうか、わかった。腕の傷が治ったら俺も手を貸せ。あいつを見つけようじゃねえか。ああ、絶対にな。また後で連絡する。じゃな。さて、オブライアン、どこにいやがる。今少尉だからね、結構ね、安全なところにいるんじゃないですかね。なかなか出てこないんじゃないかなと思います。 OK、 じゃあバイクに戻って、ちょっと修理しようか。絶対ダメージ受けてるから。あれ、ん、あ、バイクに乗れって。あ、過去編にまた突入ですかね。あ、これが出会いっぽいね。よう。どうも。あれ、何の ID かね、首の。あのさ、道を教えてもらえないかな。何、迷ってるの。そう、オールドベルナップって道探してるんだけど、なかなか見つからなくて。からかってるんでしょ。いや。何、何なのねえ。最高。信じられない。ほっと、もう最高で。道のことだけど。悪いんだけど、そのベルノック、ベルナック、ベルニー、ベルナップ、ベルナップ、そう、それ本当に悪いけど、私もわからないわ、ごめん、うん、ダメか。ダメね。そうか、まあありがとな。ちょっと、乗せてやろうか。ええ、お願い。もう聞いてくれないかと思った。私はサラ。ビーコンだ。あ、手汚しちゃってごめん。これどうやって、その、だって普通に、そう、また上がればいいさ。わかった。こう、オッケー。いいわよ。危な。しっかり捕まってろ。あ、どうもありがとう。気にするな。この辺りって何もないから助かった。そんなことはない。すぐ先にはクレイジーウィリーだってあるし。それに、でも携帯の電波すら入らないし。まあな。うん、だから、その、それでこんなところで一体何をしてるんだ。本当、何をしてるんだかね。研究をしてるの、その、いろいろとね。そりゃ随分適当な説明だな。ごめんなさい。植物関係よ。植物関係。ええ、研究員なの、サラ。医療関係の人かと思ってたけど。
待って危ない。捕まえろ。危ねえだろ。びっくりした。ナイス回避。大丈夫か。でも死ぬかと思った。おい、本当に平気か。大丈夫。何なの。よかった。電波が届いてる。もしもし。大丈夫。でもあの車とんだポンコツね。エンストした。今、そうね、ここどこだろう。42号線。2キロぐらい行ったところ。じゃあ車で待ってる。なあ、車のところまで戻るんだろう。送るよ。どうしよう。まあ、さっきのやつらが戻ってきたら喜んで乗せてくれるだろう。それは絶対や。ちょっと待って、今乗るから。急がないと奴らが。もう分かったから行きましょう。でも今度は安全運転でね。迷ってたってのは嘘でしょ。元カノに言わせりゃ俺は人生迷いっぱなしだそうだがな。そんな風には見えないけどね。で、どこから来たんだ。シアトルよ。でも会社が最近この近くに研究所を作ったから、それでこんな辺境の地にやってきたってわけ。植物を調べに。そう、その通りよ。それで、そうそう、あるバイオエンジニアリング企業の仕事を引き受けていてね。それで、ある希少な植物が必要なんだけど、それがたまたまここに生えてるってわけ。すごく面白そうだ。あ、だからサラ私のせいだって言ったんだね。なんだあいつら。物漁ってるよね、これ明らかに。フリート、見てみろ。嘘でしょ。マジかよ。バトルだ。お前、泥棒はいけんぞ。ほら、いて。くそ。3対1はちょっときついな。あ、ローリングできない。ロール回避できないわ。ちょっと待って、もうただこれ殴るしかないな。よいしょ、よいしょ。で、後ろ。ちょっと、うまい具合にこう、ね、回避していくしかない。ほら、どうしたらやろうが。生きがってんじゃねえぞ、へ。いいぞ。もう一発やってやる。あー、電波が入んないんだ。さっきの勢いはどうした。頭の悪いじゃろうね。銃かなんかある？あるね。たっぷり思い知らせてやるからな。くそ、逃げるぞ。おい、待て。早く出せ。ほら、撃っちゃった。信じられない。嘘。ああ、どうしよう。なあ、ごめんなさい。私慌てて、あなたのカバンにこれが入ってるのが見えて、それで人を殺すところだった。まあ、嘘みたい。殺すつもりならちゃんと狙わないとな。こんなことしたの初めてなの。ただ落ち着け、もう大丈夫だ。銃が見えたから警察呼ぼうとしたんだけど、ここ電波が届かないみたいで。向かいが来るまで一緒にいるから。そうね、ありがとう。初めて銃なんか撃ったわ。そいつは驚きだ。そう？道を教えてくれ。 87%、 あと 13%、 なんかが足りんかったみたいだね。でも選択肢とかなかったかな。で、タカ、お、ホットスプリングスキャンプ聞こえるか。
ラーソンが見たっていう生存者についてもっと。ああかバカお前だから襲ってくんなって背後から叫んなよ。まだいた。あべ、あぶねえ、ナイス回避。見て。くそ。こっちはね、今余韻に浸ってたところなんだよ。ホットスプリングスキャンプ聞こえるか。ラーソンが見たっていう生存者についてもっと情報を。まだいるね。かわす。分かってるのは若い女だったってことだけだよ。かわす。いや、もっと。いいで。よいしょ。ちょっと待ってね、こっちも忙しい。何？なんか情報あんの？なんだっけ？ディーコン、分かってるのは若い女だったってことだけだよ。いや、待った。そういえば橋の横のパンケーキ屋のそばだって言ってたね。ああ、その場所なら知ってる。分かった。そっから調べてみる。いいかい。必ず私の元に連れてくるんだ。そうすれば最近ドリフターの連中から仕入れた銃を売ってやってもいい。やった、新しい銃が手に入るかも。あれ人だよね。そいつはありがたい話だな。あれ人だよな。ああ、野党ですね。くっそ、この狼ども、人が話そうとしてるときに3体で襲ってくるなんて不貞野郎だ。それでね、このパンデミックの原因はさらにある可能性が高いですね。うん。それなら、イベントシーンで言ってた、これは私のせいよって言ってたのは納得がいくよね。もともと、なんつうのかな、研究ですかね。研究を目的として、その植物が必要だったんですかね。それもまあ、後々分かってくるでしょう。で、その若い女っていうのがもしかしたらサラの可能性もあるね。それで、もしサラが生きてたら、ネロの研究員としてね、今もね、そこで研究してる可能性がありますね。うん。研究員とは思ってなかったから。はい。というところで本日の Days Gone はここまでとさせていただきます。次回はですね、今、ホットスプリングスからね、女の子のね、どれだ？これだ。あ、サラじゃないわ。うん。この子みたいですね。マリンフォークスで目撃された生存者を探す。ね、こちらやっていきたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。またね、よかったら、デイズゴン続き見てやってください。島津でした。ではでは。